TBS ラジオストリームお送りしております。火曜日2時になりました。火曜日のコラムニストはご存知、サイゾーやテレビブロス、そして、週刊現代などの連載のおなじみございますね。アメリカカリフォルニア州オークランド在住の映画評論家、町山智博さんです。町山さん。はい、どうも。よろしくお願いします。町山さん、なんか、体調があれですか、ね、優れないですか今日は。風邪ひきました。あ、風邪ですか。寒かったからですかね。サンフランシスコ、今日も寒いですか。寒いっす。はい。はい、すいません、ちょっと聞き取りにくいと思います。大丈夫ですかね。はい、風邪ひいたときは、じゃあチョコレートとか、いろいろ、なんですか、アメリカだったら、あったかいミルクとか。そうですね、まあお酒ですね、ってか、いつも飲んでんじゃねえか、お前っていう気持ち。酒あんまり飲むとビタミン C 破壊しちゃうからよくないですよ。言えるんですか、これ、さすがのこと。説得力ない。薬の腸とか言ってます。はい。お大事に。まあね、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。さて、今日のお題でございますが。はい、はい。今日はですね、うん、アメリカで最高の職場とは何かっていう話をしたいと思います。はい。はい、最高の職場。はい、うん。これはですね、フォーチュンっていう雑誌があるんですけど、はい。まあ、経済誌っていうか、まあ、投資関係の雑誌なんですけども、はい。はい。そこが毎年ですね、ベストワークプレイスっていうのを選んでるんですね。はい、うん。で、ベスト100出すんですが、これはまあ、うん、要するに、まあ、会社として、社員として働くには、どこの会社が一番いいかっていうのをですね、うん、全米500ぐらいの企業を調査して、そこで働く10万人以上の人にですね、うん、まあ、まあ、調査会社を使ってるんですけども、雑誌の編集部じゃできないんで、いろいろ聞き取りをしてですね、うん、あと、そのもう会社側の人にもインタビューをしてですね、うん、給料とかですね、まあ、福利厚生とか、まあ、職場の環境とか、職場の中の建物とかですね、あと、女性とか、あと、アメリカ独特の問題として、その、マイノリティですね、いわゆる黒人とか、アジア人とか、外国人をどのくらい、雇用に関してですね、平等に取っているかとかですね、そういったことを全部ひっくるめてランキングをして、最後に総合ランキングをつけて発表してるんですよ。うん、これ500というと、当然そのあれですよね、はい、サンプルで、つまりほら、中小企業の小さいところから、はい、まあ、GM のような大手までも全部網羅するのか、何かこう特徴はあるんですか。これ500選んでるのは多分グロウですね。だから伸び率が高かった会社をトップから500選んでるだけだと思いますよ。ああ、伸び率が高い注目の500の中から選ぶと。はい、と思います。はい。なるほど、なるほど。要するに伸び率が下がってる会社を調べるよりはいいと思うんですよね。意味がないわ。うん。はい。なるほどね。要するに儲かってる会社ですね。儲かってる会社。はい。うん、から選んでると思います。はい。うん、で、まあそれで1位にですね、今年選ばれたのは、有名なですね、Google なんですよ。Google!はい。いやー、もう大注目ですね。はい。うん。もう日本語になっちゃってますよね。ググルとかいう、ね。ググルとか、うん、本が出てますよ。ねえ。はい。昔はヤフーだったのに。ヤフルがググルになっちゃいました。ググルになっちゃいましたからね。はい。で、そこの会社がですね、まあ、アメリカで一番、社員として働くにはいい会社に選ばれたんですよ。はい。なるほど。これはもう歴代何年もこれどうせやってるんでしょうが、はい、やっぱり当然今まではそういった、なんですか、エクセレントカンパニーというか、はいはい、いろんなそういう GM とかそういうの選ばれてきたわけでしょ、おそらくは。GM は選ばれてないと思いますけど。選ばれてないんだ。要するに、これってもう一つ選ぶ条件であるのは離職率の問題があって、うん、社員を簡単にクビにするような会社は、入れませんので、GM はもうずっと何年もかけて少しずつレイオフをやってるから、はいはいはい、これは入らないでしょう。例えばどういう会社が今まで入ったんですか。はい、今までっていうかですね、今ベスト100がですね、リストがあるんですけども、要するにまあ会社として安定していられないと困るわけですから、さっき伸び率の話しましたけど、うんうん、レイオフやってたら入らないですよね。レイオフやってたら入らないよね。入らないですよね。なるほど。みんなのか分かんない会社が、じゃあまあ、いい会社なはずがないというですね。じゃあまあビッグスリーとかはもう絶対じゃ入んないですね。これは入らないでしょう、ね、やはり。これはね、やっぱりあれなんですか、IT とか、そういった関係が多いんですか。IT とかですね、あと金融関係とか、うん、まあ、一時、だから、ベスト100ほとんど IT 企業になったことはありますけど、90年代の終わりとかですね。うん、だから、その後会社なくなったりしてますけどね。はい。で、ちょっとざっと見ていくとですね、1位 Google ですけど、2位がですね、去年の1位だった、ジェネテックっていう、これはまあ、名前通りですね、バイオテクノロジーの会社ですね。ジェネテックは有名ですね、これ日本でもね。はい。うん、で、3位はこれ多分日本で誰も知らないと思いますが、うん、ウェグマンズっていうですね、うん、スーパーマーケットですね。ウェグマンズ、はい、スーパーなんだ。これはね、東海岸の方にあるんですが、うん、すごい高級でおしゃれなスーパーマーケットなんて。ちょっとグレードの高いスーパー。
そうです、そうです。ですごいなんかスーパーっていうと、なんかほら、やっぱり安いっていうか、あの便利っていう、そういうイメージがあるんですけど、うん、そうじゃなくて、うんうんうん、買い物するだけでリッチな気分になるところなんですよ。日本でインテリアとかもすごくて。日本で言えば、例えば何、紀ノ国屋スーパーマーケットとか、はい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 、そういうやつですか、芸能人御用達みたいな。そういう感じなんですけど、ちゃんとチェーン店になってるんですよ。あ、チェーンになってるのね。はい。で、そこが3位でですね、うん、あとはですね、コンテナストアっていうのは、これはあのいろんな収納用品とかを売ってるチェーン店が4位ですね。ほうほうほう。はい。で、5位がまたホールフーズっていう、これスーパーマーケットチェーンで。そのスーパーなんだ。はい、これはですね、うん、自然食専門なんですよ。あで、ま、バイオテクノロジーとか使ってないですね、うん、もう本当にあのミルクとかでも添加物なしのものだけが売ってる、有機栽培のような、はい、そうです、うん、食料品店ですけども、うん、そんな感じで、まあ、結構最近できた会社が多いですよね。 あと、食料品とかの小売りも、うん、まあ、あのバラバラにこれ全部全ての業種が入ってるんですけども、うん、古い企業だと CS ジョンソンとかですね、うんうん、ジョンソン&サンホームですよ、これは。これはあのジョンソン&ジョンソンではないんですか。まあ、似たような会社ですけど。似たような感じですかね。はいはい、あの家庭用品ですね、あの薬品とか。あと有名なのはシスコシステムですね、うん、これ IT ですね、日本でも。そうですね、はい、あとボストンコンサルティングは8位に入ってますね。あ、そうですね、はいはい。 あとやっぱりあのゴールドマンとか、はい、あの金融関係とか、あと弁護士会社とかも入ってますね。ああ、弁護士会社。はい。日本だと有名なスターバックスは16位に入ってますね。スターバックス16位。はい。ほう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 。これもスターバックスも要するに、まあ、うん、コーヒー屋さんなんですけれども、うん、労働条件が非常にいいんですね、ここね。ああ、そうなんだ。はい。で、どういうふうにいいかっていうとですね、まあ、具体的な話をしていくと、例えば子供がいる人に関して、うん、託児所が、会社自体が、会社が経営している託児所がある会社がほとんどですよ、これ。あ、なるほど、はい、託児所はやっぱり大事な福利厚生の条件なわけですね。そうですね、うん、日本だと託児所を持ってる会社企業っていうのはあるのかな。ねえ、ねえ、例えば日系中の入ってる中のいわゆる、まあ、はい、中ではほとんど少ないんじゃないですかね。スーパーとかはあるでしょうけどね。 TBS にはちなみにこのビルにはないですよね。そうですか。あの、お母さんが働いてる、いっぱい働いてるそのスーパーとかは多分託児所あったりすると思うんですけど、うん、そうですね、で一般企業にあるんですね、アメリカは結構。なるほど、はい、で、うん、そういうのがずらっと並んでて、うん、まあ、1位の話をちょっとしますとですね、Google なんですけども、これはあの CNN でですね、はい、Google が1位になった時に、じゃあその世界、日本、アメリカで一番働きやすい職場ってのは一体どういうのかってテレビカメラ入りました。ほう、はい、で、まあ、ドキュメンタリー番組みたいのが放送されたんですけど、なるほど、すごかったですよ。ちなみにね、町山さん、日本でも、はい、一昨日 NHK スペシャルで、はい、Google をやってましてね。あ、本当に。それで、はいはい、あの Google の長期取材で、入ったっていうのなんか自慢してましたよ。あ、NHK が入ったっていう。多分ね、入りにくかったんだと思うんですよ。あ、そうなんだ。IT 関係の企業ってあんまりカメラ入れたがらないですよね。そうみたいですね。だって情報が漏れたらやばいですから。そうそうそう。ここはセキュリティが非常にきつい、なんかすごいとこなんだ、みたいにしてね。で、はい、カメラが入っていったらね、なんか中で幼稚園みたいにみんなね、遊びながら仕事してるみたいな、そんな状態になってるね、そのセキュリティの話でちょっとまたしますけども。はいはい、中が幼稚園みたいになってるっていうのはね、それを Google は売りにしてるんですね。ああ、なるほど。っていうのは、大学のキャンパスみたいに、その会社の中を作ってるんですよ。うん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 、で、大学のキャンパスで芝生があって、こう、はい、学生たちがそこでなんか遊んだり、ゴロゴロしたりするじゃないですか。はい。で、そういうふうに会社を作っててですね、で、まず会社に出勤するときがすごくてですね、うん、まあ、バスがですね、各地から出てるんですね、うん、シャトルバスが。で、そのシャトルバス無料なんですけど、中はですね、すごいリムジンバスになっててですね、うん、要するに足をゆったり広げてゆっくり座れるバスで、静かなバス。シャトルバスはその Google がその運行してるってことですね。そうです、そうです。すごい。その中のシャトルバスの中がリムジンのようになってるってことですか。はい、リムジンバスなんですよ。リムジンバスなんだ。はい、うん、それで中はですね、 Wi-Fi でですね、ワイヤレスでコンピューターが使えるんですけど、はで、じゃあ俺は自分のマイカーで行きたいよっていう人がいたら、うん、その人はハイブリッド車を買うと、うん、ハイブリッド費用として会社から60万円もらえるんですよ。年間1ヶ月？いや違う、車を買うお金として、車をハイブリッド車を新車で買うよって言うと60万円じゃああげるって感じ。車の補助が出るんだ。ハイブリッド車を買う、ハイブリッド車買えば補助が出ると。そうなんですよ。へー、はい、すごいな。で、ね、うん、まあ、会社に行くとですね、うん、中に社内だけで、うん、その11個レストランがある。すごいね。それもね、社員食堂みたいなのじゃないんですよ、そのテレビで見ると。
これあの、これあのなんかネットのあれでもちょっと見ましたけど、はいはいはい、これちょっと半端じゃないですね、このレストランは。すごいですよね、これ見ると。ね、うん。で、要するにまあ一流シェフがやってる、いわゆるなんとかキュイジーヌみたいなやつなんですよね。そうそうそう。すごいんですよ。メニューがすごいですよね。メニューの数もすごくて、あとだから中華からフレンチ、イタリアン、それに和食もね、うん、全部食べれるんですよ。ねえ。で、これすごいのはね、うん、朝昼晩3食、そのレストランで食べてもタダなんですよ。これ何食べても全部タダなんですか？全部タダなんですよ。すごいよなぁ。これはちなみにかなりね、あの、シリコンバレーとか、サンフランシスコの企業は全部これやってるんですけどね。え、他の企業もこういうこと全部やってるんですか？やってます。だから前ピクサーに僕行ったんですけど、はいはいはい、覚えてます？うんうんうん。てか、うちの親はピクサーあるんですけど。うん、言ってましたよね。あそこもレストランはタダなんですよ、基本的に。なんか気持ちが豊かになるね。何を食べたいって、うん、はい、好きなものを言っとくと、事前に言っとけば作ってくれるんですけど。いいなぁ。これそれであのメニューのあらか見てもなんとかのなんとかパルミジアーノとかなんかねリンゴのなんとかしたキャラメル、ね、キャラメル風になんとかしたものを散りばめてこうこうとかと説明がもう一流レストランの説明になってて、そうなんですよ。で一応ね11個あるレストランは結構有名なレストランからあの出張してもらってんですね。あのシェフが代わり番号来てんですよ。すんごい。こんなのでタダだったらあれですよ。私なんか仕事できなくて一日中食べまくっちゃってな。でも毎日だとだんだんそこをこう、セーブできんじゃないですか。でもコロコロ変わるんでしょ、これ、メニューは。でもこれ11個あるからどっか行けばいいんですよね。ねえ。好きなところに。必ず何個かにいいのあるでしょ。そうか。うん。ねえ。でもこれだと、どう考えてもこれ太るじゃないですか。いや、太りますよ。で、これだけじゃなくて、会社の社内にですね、うん、歩いてだいたい50メートルぐらい以内に、どこの職場からも、50メートル以内のところに、コーヒーとかそのあらゆる飲み物と、うん、パンとかお菓子とか、うん、果物とかが置いたそのフードステーションがあるんですよ、うん、また太るじゃんそれはねまた食べ放題飲み放題だ。でもあると逆になんか管理できそう。すぐリンゴとか使う。あ、そうですね、うん、だからそこはね健康にいいものしか置かないらしいんですけど、うん、置かないんだ。ああ、でこれ太るなと思うとですね、うん、社内にグーグルはですねスポーツジム、うん、プール、テニスコート全部ありますから、うん、まあ、いつでも運動できるわけですね。運動もいつもやっていいと。はい。これ前、僕前話したんですけど、ピクサーの中にもありましたね。あ、ピクサーもね、そうおっしゃってましたよね。サッカーコートまでありましたけど。はい、いつやるの、はい、すごいんですよ。すごいよね。でもね、実は、ここだけの話なんですけど、うん、うちのかみさんが働いてる会社も実はこのベスト30入ってるんですよ。え、そうなんですか。すごい。はい。名前はちょっとあれでしょうけど、やばい、やばい、ね。IT 関係ですか？ IT 関係です。はい。IT 関係。本社がシリコンバレーの方にある会社なんですけど。どうですか？やっぱり、こういう状況だと、なんですか？奥さんそうですよ。やっぱり社内に行くとですね、うん、まあ、要するに、子供預かってくれるところとかですね、ビリヤード台とかいろいろあってですね、で、カフェはやっぱり基本的にタダで、メニューはかなり選べるんですよね。選べると。はい。結構これがまあ常識化しつつありますね、トップ企業の間では。やっぱり成績がいいところってやっぱりそういうことをやる。まあやるからまた成績がいいというのはあるんでしょうかね。そうなんですね。だから社員の条件が良くなると株が上がるんですよ、アメリカの。株が上がってね。これ日本であんまりないでしょ。ああ、そうね。そういうところがいいところですね。うん。あとね、このうちの、かみさんの会社もそうなんですけども、うん、風呂とシャワーと、あと洗濯がありますよ、洗濯機が。洗濯機。はい。だから一人暮らしの人とか、洗濯を全部会社でやるんですよ。ああ、それ全然違いますよね。風呂入って帰るんですよ。アパートとかマンション借りれなくて、ここに住めますよね、じゃあね。住んでるやつがいるんで困るって、ピクサーの人も言ってましたけどね。住んじゃってるのいると。特にお宅の人は住んじゃってるやつがいて困るって言ってましたけど。ねえ。はい、帰れって言ってるみたいですよね。帰る必要ないよね、これ。ねえ、そういう人もいると。うん。で、Google の前にはそれよりもさらにすごいのはですね、中に病院があるんですね。うん、ははで、歯医者とか医者は、うんうん、要するにアメリカっていうのは医者とか歯医者ってものすごく予約取るのは大変なんですよ。うるさいよね。うん、日本よりも、もう1ヶ月先とかになっちゃうんですけども、うん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 、この Google の社内だとそれが全然なくてですね、うんうん、しかもその歯医者に行くときに会社を休んだりしなくていいわけですよ。あ、そうか。会社の中に。社内にあるから。でも休む口実に使えない。使えなくなっちゃうんですよ。その通り、その通り。結局これどういうことかっていうと、この通りで、松本さん言った通りで、Google の社員は社外に出る理由はないんですよ。理由はないんだよね。これ、会社の外に出さないようにしてるんですよ、これ。人生全部会社で過ごせると。そうそう、ゆりかごから墓場までみたいなね。うん、会社だというね。で、会社の外に出さない理由っていうのは、これ IT 企業とか、まあ、この手の企業には非常に重要なんですよね。どうしてですか？だってシリコンバレーっていろんなライバル企業一箇所に集中してるわけじゃないですか。で、カフェかなんかに行って、その、要するに上司と部下とかが、会社で今仕事
やってるプロジェクトの話を雑談してたら、うん、情報漏れちゃうもん。つまりその情報を外に出さないという意味で囲い込むわけだ。それも大きいと思いますよ。うちのかみさんとかもすごいその辺は厳しくなってるんですよ。例えばインターネットができるカフェってありますよね、ワイヤレスで、はい、そういうとこにその行って勝手にそのなんとかコンピューター繋いだりしてはいけないって言われてるらしいですよ。おえ、そこから要するにハッキングされる可能性もあるし、あ、そうかそうかそうか、最悪の場合そのパソコン自体を盗まれる場合があるんですよ。なそりゃそう、あ、そうかそうか、もう大変なことになるから、うーん、だったら社内から出さないよ。なるほど。でも刑務所と同じですけどね、何もかも揃っててそこから出なくてもいいっていうのはね、まあ、そうですね。だからそれがいわゆる社員がそういうことをなんというか強制だとも思ってないし、はいはい、非常にそれを楽しみながら企業のセキュリティが楽しめ確保できると。そうなんです ね、はい。それと、まあ、前ちょっとこの番組でもお話したんですが、うん、Google の社員はブログを作って、はあはあ、Google のことを話す、うん、Google のことをブログで書くことは禁じられてるんですよ。うん、まあ、おっしゃってましたね。はい。うん、で、一人やって、クビになったことあるんですけども、うん、まあ、そういった意味では、そのセキュリティは非常に厳しいんで、なるほどね。その辺は、もうなんていうか、投資することで、それをカバーしようとはしてるみたいですね。うん、あと、ヘッドハンティングも防げますからね。ああ、そうかそうか。こういうところのヘッドハンティングって、だって飯食いに行って、ちょっとヘッドハンティングされるわけですよ、その企業の人に。ねえ、それしないもんね、これ。しないですよね。それはね、非常に大きいんで、意味があってやってると思いますよ。これ、松山さん、はい、つまりこういうふうに、福利厚生とかの充実というのは、まあ、いわゆるね、ずっと60年代、はい、70年代、日本の企業が、世界に冠たるものだと言われてきてやってきた話ですが、はい、今、日本はアメリカの企業の真似をしてね、はい、ネオリベラリズムでもって、はい、バランスシートだけ頑張ってやってるわけなんだけど、はい、アメリカの企業は優秀なとこは逆にこういった日本の企業のいいところ、はい、これをもう徹底化してるわけですよね。そうですね、うん、だそういうふうに、うん、なんていうか社員に対するの扱いがいいっていうふうに聞くと、うん、いい社員が集まってくるん で、うん、でいい社員が集まってくると、要するに、まあ、Google なんかそうなんですけども、うん、アメリカの中で一番そのおしゃれで、うん、頭のいいやつが集まってる会社だって言われるわけですよ。言われるわけだ。とまた株価は上がるんですけど、で、まあ、グーグルの場合には、この数年間で株価6倍になってますからね。ははで、これ、一番すごいのは、これ、ストックオプションってのはありますから、制度が社員が買う株なんですけども、これあ、社員のかなり多くはですね、うん、自分の家買うくらいのお金をストックオプションで儲けちゃってるんですよ。なるほど。つまり、まあ、自分と会社、両方儲けられるということですよね。そうなんですよ。で、まあ、会社側もそれだけ儲かっちゃうとですね、使わざるを得ないから、どんどんこういったものに投資してるっていうのもありますけどね。うん、はい、NHK のそれでやってたんだけど、そのいわゆるもう1ヶ月に50万ぐらい の応募が来るんだけど、はいはい、その応募を出すのも、なんかハイウェイのなんかどっかに宣伝かなんかやってて、それ数学の問題で、はいはい、数学基礎論みたいな、なんか素数のなんとかでなんとかこう条件を満たすものみたいなのが書いてあって、はいはい、Google とも何も書いてなくて、あ、それで答えが分かったやつはその数字のなんか6385622.com というところに、はいはいはい、行かないと、答えが分かんないと、つまりサイトのアドレスが分からないと。あ、そういうやつだけ採用するみたいなのがあったけど、驚きだなと思って。あとね、知り合いとかでいい社員を、うん、その、なんていうか、まあ、紹介するとですね、うん、紹介料として給料上がったりするんですよ、ね。それ日本でやったらすごいこと。それうちの近所の、うちの近所のマッサージ屋さんもなんか、お客さん紹介すると1割引きで。それお客さん。レベルが違う、ね、へだ結局日本と大きな違いは、うん、要するに中途採用で実力のある人を雇うのがアメリカの会社なんですけど、そこだよ、ね、日本は結局新卒だけで取っていこうとするから、うん、まずいい人が本当に集まるかって言ったらそんなに集まらないんですよね。大体博打ですよね。東大出たからって取ってもね、バカばっかりするだから多いわけですよ、日本っていうのは。で、まあ、もう3人に1人がね、もう少年で辞めちゃうしね、はい、そうそうそう、うん、年々、まあ、会社員としての生活ができない人とかを雇っちゃうんですけど、うん、アメリカの場合には他の企業でどのくらいの成績を上げてたかっていうところで選んでいくんで、基本的に横から取っていくのが基本なんですよ、会社は。あとやっぱりこれ当然ですね、はい、こういった人たちを支える多くの人たちがいるということも忘れちゃいけませんよね。ね、うん、ここでね、一番僕はこの、まあ、フォーチュンのこのベスト10で、うん、まあ、日本人の人がね、考えてほしいなと思うのは、うん、ベスト100のうちのベスト、50企業がですね、要するに 50% がですね、うん、女性社員が 50% 以上なんですよ。なるほど。でこれはアメリカっていうのは、性別差別をしちゃいけないし、あと年齢差別しちゃいけないんですね、就職に関して、うんうん、あと人種差別もしちゃいけないんですけど、うん、で僕がこっちに来た最大の理由っていうのは、かみさんが日本で35過ぎて、うん、既婚で子供もいるんで、就職ができなかったんですよ。なるほど。でアメリカに来て、そ
その35過ぎ、既婚子持ちでも就職ができて、それこそ一流企業に入れたっていうのは、うんうん、やっぱり日本がね、少子化問題とか言ってますけど、うん、まずやらなきゃいけないのはそこなんですよね。そうですよね。子供がいるお母さんが、一流企業にいつでも再就職ができる道を開くことが最初の少子化対策だと思うんですけどね。なるほど、はい。はい。よくわかりました。アメリカの例でもそれが本当に大事だということが、まあ本当に、ね、痛感できるということですね。はい。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。映画評論家町山智博さんでした。明日は戦う。